すっきりすっきりすっきりすべつべ肌っすね。いやー、通報されてますね。だるいですね。まあ僕は変わらずね、やるんで。だけどね、変わらずやります。警察2回来たよ。2回来てる。フェイドン？これね、充電が。充電がちょっとやばいな、こいつ、この子。充電が。わかんない、もう金梅さんだからね、わかんないよ。金梅さんだからわかんない。眉がヘルペスだった聞いて、俺ここなんかすげえ口内炎できてんだよね。これヘルペス、これほら、これヘルペス。まやちゃんの食べたやつ食べたんだけど、ヘルペス。これこれ口内炎。これマユペス？これマユペス？そうなんです。嫌がらせされてます。警察呼んで。嫌がらせを受けてます。めちゃくちゃ痛い。めっちゃ痛い。ピリピリしてないマイペス。家に帰って寝たい。一回家に帰って寝たいね。確かに。でもしらちゃんこんにちは、おはようございます。ストレス塩塗ると治る、逆だろお前。フルーツ野菜もうずーっとね。眉が曰く最後の行為が6月の5日、タクコラ6月11日お付き合い。でもさ、タクマとだってさ、やってるでしょ。だってタクマとコラちゃん何回もやってるっしょ。コラちゃんが確かヘルペスじゃなかったっけ。そこからコラペスってこと。これ実はコラちゃんの性病がこっちまで来たってこと。これコラペス。これチビルヘルペスは違う。コラペスいらしい。やばすぎ、マジ痛いもん。別物。今ね、あの番長イベント出てる。番長イベ、番イベ。マユ嫌がってた。
眉毛は描いてないよ。これでもいいんか、それが欲しいの、つくらつくい。たんちゃん、ナイスナイス、どんつく。たんちゃん、ナイス。うわ、マジ、たんちゃん、ナイス。たんちゃん、ナイス。いいよ、たんちゃん、4個ナイス、ナイスナイス。トンブタ、え、これチャンス来た。3個ずつ、クラスかい。いやー、すごいわ、マジで。X が流れた時のアイテムの飛び方がすごいです。え、X 流した時のアイテムの飛び方がすごい。もう14分でこんな流れないもん、普通。ねえ。すごい、マジで。X。でも X みんなやっぱ馴染みあるんだろうね。うん、ちなみに一遍寝ました、今ので。あとほかです。うん、一遍慣れたのが寝ました。あ、ニコドン作ろうかい！ありがとう。うん、一遍寝ましたね。頭おかしいっすね。やっぱり。この状況で寝てますね。グースかグースか。いびきまでかけ始めてます。ドンツクラスカイ。拳3回ナイス。警察来る？知らないもん、別に。ずーっとうるさくしてるわけでもないしね。4歳児で気温が太い。いや、昨日ね、結構すごかったよ、騒音もね、言うて。騒音がやってるやつが、なんか騒音騒音って言ってんだからもう。小町が昨日フェイの囲いの銅盛りとやったのを認めないんですけど。え、どういうこと？だってさ、小町おかしいもんね、昨日。突然またどっかのさ、ね、神戸だっけ、神戸行ってさ、うん、神戸突然行ってさ、いや、小町、昔からやれれば誰でもいいみたいな感じ。顔とか関係ないな、小町って。基本的に小町マジ顔とかマジ関係ないから、本気で。小町が最初にオフパコした女もえぐかったんだよ。やっぱその俺みたいな顔してたの。マジで俺みたいな、女版中村みたいなやつをね、あいつやったからね。女版中村みたいなやつに、理由は一番課金してくれたからっていう理由で。いや、マジマジマジ、女版中村みたいな。
で、理由はそのアイテムを14万円のうち13万円投げてくれたからっていう理由で、あの小町がやったっていう伝説の回だね。それも全部めくれたっていう。楽しかったらもう一度ドンクロスカイ。ありがとうございます、あーちゃん。あーちゃんだよね、これ。待ってよ。あーちゃん、ありがとうございます、いつも。義理人情に熱い男って言ったらあれかもし、その、あ、それは言ったらあれかもしんないけど、別に。うん。そうだ、それが銀春だよ、それが銀春。銀春じゃなかったっけ、それが。小町そのうち3問もやるかもな。でもね、違うんだよ。小町もう最近ちょっと襟好みしてるんだよ。ただ、ストライクゾーンがめちゃくちゃ広い。ストライクゾーンが。13万円投げられたら誰でも抱ける。いや、無理っすね。ガチで無理っす。あーちゃん、事務しながら投げてます。よろしくお願いします。中村くんは太った人が無理です。え、小町は何なの？その女とやったのに、あの、それを隠してるの？またあいつ神戸で行くと必ず怪しいじゃん、動きがね。夜配信しないとか必ずなんか怪しいムーブかますじゃん。そのくせ僕はやってないとかって言うでしょ。わかりやすいんだよね、マジで。じゃあマジわかりやすいよ、小町は。それでも僕はやってない。じゃあだから、いや、ガチ恋なんだよ。ガチ恋さん。ちなみに、あの、僕今週の日曜日、な、ピトちゃんがね、どうしても中村くんと、飲みに行きたいと。ピトちゃんっていう人からね。どうしても中村くんと飲みに行きたいって言われてしまったので、飲み配信日曜日しようかなと思ってます。またトラップ、これもうやなんだけど、トラップ。ハニトラ、これまたハニトラ。実はなんか付き合ってるパターン。じゃあマリカンにするか。完全割り勘、完全割り勘にしよう。俺お金半分しか払う。自分の食べた分は自分で払おう。自分の食べた分は自分で。ね。今後俺そうする。自分の食べた分は自分の食べた分、飲んだ分だけ払う。ケチ？シグナス X。 その自分が食べた分、飲んだ分は払う。それ以外は払わない。アドンツク。彼女にだけ出す男であれ。まあそれがいいよね。俺も若干それ思ってきた、なんか。倒れてるの戻したよ。女だけど割り勘は当たり前だよ。確かになんか俺が今ね、なんか飲み食いしていい状態じゃないもんな、外食な。私も割り勘だった。え、もう今ラン帰ってきてるよ。
なんかさっき一平が言ってた、なんか水にゃんと二人で帰ってきてたって。あ、部屋にいるんじゃない、寝てんじゃない二人で。うん、なんか一平がなんか二人が入ってくとこ見たっつってたよ。なんか中村以外推しがいなくなったアイテムどうし、俺に投げてよ。うん、俺にそれ投げてよ。じゃあふわちめがダンスクラスかい、アイテムどうしようかなってね、もう全部俺に出して、ルーセンダンスクラスかい、積極ハンタックの打線の寿司スパゲッティダンスクラスかい、ダンスクダンスク、あんたに投げても騙されるじゃん。じゃあブロックしまーす。さよなら。いらないいらない、そういうやつ。うん、じゃあ消えて。うん。じゃあもうその無料で絶対見るよっていう宣言するんだったら、もう見なくていいから俺の枠は。いらないからそういうレスナーもう。面白かったら投げようかなーみたいな感じのテンションだったらいいけど、いやもうあなたには絶対投げませんからスタンスで来るんだったら、もう見なくていいよ。うん、別に。わざわざそんなコメントするな。いや、その通りですよ。ランが何？ 2 回やりましたと言ってました？夜中身に壁ドン？ニコニコだけウクライナ人のモロコさんが言ってたね。もうすでに2回済みです。肉から来たモロコ人さんのね、情報によると、2回もう貫通してるらしいです。誰とオデと知らない。俺がやるわけないじゃん。マユが何の話してんの、ニコニコから来たウクライナ人のモロコマーさん。マユが女性がやったのはバレないよねって言ってました。マユと付き合いてマジで、マユと付き合いて、ヘイトよくやれるな。一平が言ってた一平が言ってたんだけど、フェイのことマジで不潔すぎないだって、うん、マジで不潔すぎないって言って、うん、一平が言ってた、マジあいつ不潔すぎないって言って裏で言ってた一平が、病気になりそう。いやまあでもやるんだろうね。いややるんだよ、なんかリスナーと3人でやるのかな、なんか禁酒みたいな人間がいて、もうその3人でバーやるって言ってた。ランが言ってた。なんかランが俺に言ってた。聞いてください中村さんって、水にゃん情報なんですけど。あいつね、なんかね、俺に情報を流してくれるんだよ。ランが。なんか知んないけど。絶対ですよ。絶対言わないでくださいよ。中村さんは信じてるんで、中村さんだけは信じてるんで、言うんですけど。とか言って。うん、俺のこと信用するって、こいつほんとバカ女だなと思って聞いてたけど。じゃあいいよ、って言って。だからそれになんか銀座呼ばれたって。それでなんか銀座呼ばれたらしいんだよ。僕ペラムラなんでね、ペラムラです、すいません、僕ペラムラなんで、ちょっとペラペラ喋って申し訳ございません。
ランは時々中村先生に会いたいって。俺はマユに会いたい。すいません、僕はマユに会いたいですね。え、なんでマユちゃんタクマ行ったんだろうな。フェイの朝廷来月。あいつ商売でもなんか実際になんかその飲み放題って言ってたよ。なんかその一緒に来てた人が全部払ってくれたって。またうん、だからミズニャンと私はあの飲み放題だった、食べ放題飲み放題って言ってたよ。フフフとかって言ってた、うん、絶対言わないでくれ、せいゆっくりとかって言って、食べ放題飲み放題だったって言ってた。中村先生のビッグダウンダウン、いや、払ったんだけどその人の店だったからタダだったみたい。いや違う、マジ口内炎ができててさ、これ痛いんだよこれ口開くと。調停なんてしない。ペガコと来月、朝廷来月だよ。なんかそれは無視するんでしょ？なんか言ってなかったっけ？朝廷無視して、なんだかでやるって言ってなかったっけ？なんか裁判みたいな、簡易裁判で、なんかその、決めるみたいな。なんか朝廷は無視するみたいなこと言ってたよね。審判か、審判。うわぁ、なんか目がしょぼしょぼする。やばい、ちょっとこれかな。ペガコ6月って言ってたのに、フェイが7月って言ってから7月に言い直した。心象ブッチも、あ、朝廷ブッチも心象悪い。どんぐらいになるんだろうね。だいたい最低レベルでどんぐらいになるの？最低養育費3万ぐらい。相手の収入によって変わると思うんだけど、まだ持ってたわ。ドンツクロスクイタンちゃんナイス、タンちゃんナイス。フェイの収入なら7万くらい、年収による。朝廷より弁護士の方がいい。収入 10%。 あー、そこでフェイは所得45万円以下で申請してるの。完全脱税じゃねえそれ。エンドドンツクロスクイ、そうじゃね、完全になんかそれ脱税じゃね。本当に45万円以下だったらね。だし、そもそも生活できないじゃん、それ。ペガコは8万って言ってた？週、8万くらい。でもペガコがさ、もう査定してるんだろうね、でもね。さすがに。うん。いや、もう、だから、収入証明っていうか、その相手の収入が大体分かってたら、こんぐらいって分かるじゃん。鵜呑みにしちゃあかん。昨夜もランと食べた大井町ライライ羊で領収書もらってた。月8万って私のバイトよりは少ないよ。いや、だから養育費だからね、結局。子供一人を、じゃあ、
育てなきゃいけないんだよ。その父親っていうか、そのじゃ稼いでる分の生活を子供はそのなんていうのやんなきゃいけないんだよ。そういう環境下で、例えばもう年収500万だったら年収500万のような生活をその子供に与えなきゃいけないから養育費ってものがあるんだよ。株の分の無申告はやばいよ。株の分の実際2022年は最低でも800万稼いでる。貯金1700万あるから払える。やばいねー。一括でよ、だってさ、あの養育費って調停で決まってからじゃないともらえないって本当なの？これ調停で決まってからもらえるのであって、例えば子供が今までその子供が生まれた部分からの養育費みたいなのはもらえないの。だから調停って長先送りするの。あ、遡って請求できるの？遡れるよ。マジ？あ、それも請求できるんだ。弁護士だと一括養育費ある。あ、遡るんだ。請求できる？もらえる？妊娠中はもらえないのか。特定枠だろ、普通に考えて。あ、じゃあ子供が生まれてから養育費全額請求できるってこと？子供が手元に戻ってきて来た日から。あ、後からもらえるんだ。だけどフェイは払ったとか言って付加してるから、払ったか払ってないかの証拠がないから無理じゃないかって言ってた。ペガコ、払ってないかの証拠がないから無理。いや、そんなのかあの、そんなのあれじゃん、払ってるか払ってないかって全部さ、手渡しとかじゃなくてさ、そのなんていうの、もう銀行振り込みじゃん。だから銀行振り込みしなきゃいけないんだよ。でも払ってないって言われたらもう払ってないじゃん。だってそうでしょ、払ってないもん。払ってないじゃん。だってその振り込んだ、振り込んでるか振り込んでないかでしょ、全ては。だから証拠がそこしかないんだから。じゃあさ、そのね、フェイがそもそもだって払ったよっていう証拠を見せなきゃいけなくて、例えば直接渡してたりとかしてたら意味ないじゃん。ハルキの口座があるみたい。だから払ったっていう証明をしなきゃいけない。水にあんだよ、払うしかない。送ったおむつとか現金で返せ言うらしい。送ったおむつとか現金で返せって言うらしい。行動しないなら許諾すればいいのに、それもしない。母親の振り込みでいいんだよ。あのね、おむつとかミルクとか渡してるとかも関係ないからね、もうね、そんなの。マジで関係ない。その、お金をあげてるかあげてないからでしょ、だって。そんな、養育費なんて。現物支給はだって違うもんね、だってね。さすがにね。3DK で家賃4万くらい。ペガオの生誕祭リスナーからもらったのがポケットに入れた。いや、もう DNA 検査するものでもないけどね。もうそんな。その前にっていうか、もう認知しちゃってるから、もう認知しちゃったら、もうその DNA 鑑定をする、しないとかって話じゃないよね。
彼らの場合、認知した日からの請求しかできない。一般的には取り決め前のことに関しては回収できないに等しい。我が子の、でもまあそれは弁護士が決めることなの、弁護士が裁判所が決めることなんじゃないの、それ審、なんだっけ、審判、審、何らか請求みたいなのするんでしょ。我が子の必要なもの金返せってすごい。現金で渡すと子供のために使えないからって意味不明なこと言ってる。いや勉強やりますね。まあでもペッサンはペッサンで多分だけど後から請求できるから、じゃあ今のうちにまあそのまったりゆったりしてるんだったら、その決まるじゃん。だって結局決まった額で一気に請求できるからね。だから今現金もらっちゃうと都合が悪いんじゃない。今現金もらっちゃうとその現金の額で了承したってことになっちゃうからじゃない。だからそれが怖いんじゃない。だから今現金もらえないんじゃない。なんかイチャモンつけて払う、あの現金もらわないのは多分それじゃないかな。そこだと思うよ。もうそこでさ、あげちゃったらもうその額でも了承してるみたいになるからじゃない。ペガ子は養育費で生活してる。だってさ、今のところ5人分の養育費だって入ってくるからね。5人分の養育費えぐくね。5人分の養育費プラスさ、シングルマザーの手当までもらえるんでしょ。えぐくね。だってそれはそれでえぐいよな。ウッキー毎月3万払ってるって。だウッキーの場合はだからそのあれしないんじゃない。もう一回その年ごとやるっしょ、査定みたいなの。この今日今年はこんぐらい収入が得たからアップしますよっていう取り決めしなきゃなんだ。でも絶対収入に対しての 10% って前ね、収入に対しての 10% みたいな感じにするんでしょ、取り決めで。配信者がさ、それになったらえぐいよね。だってもうそれってふわっちのさ、ふわっち、TikTok、YouTube ライブ、ツイキャス、全部さ、例えばペスさんが、差し押さえ、ね、請求とかしたらね、払ってなくて、ちょっと足りないんで払えませんとかで、ね、一言でも言ったら、差し押さえ請求でもして、強制執行しちゃったらさ、もう抑えられちゃうわけじゃん。もう無理だよね。逃げられない。それが決まったら、うん、4人分の入ってこないぞ金が。いやいや違うの、実はねペッサン、あのも今元旦那さんから養育費をもらってるんだよ。養育費を、あの施設に行っちゃってるけど養育費はもらってるのよペッサンね。でもそれはその養育費払ってる旦那さんも了承してることなんだって。うん、それは養育費を払ってる旦那さんもその児童相談所に入ってるのは知ってる上で養育費払ってるんだって。アウトじゃない。だから旦那さんも知ってるんだよ児童相談所に行ってるの。断ったって言ってたよ。いやさすがに断んないでしょ、月6万ねって。それも嘘か本当かわからない。え、そうなの。だいぶ前の話じゃない。でもそれ確定情報じゃないのそれ。そんな美味しいやつを断るわけないじゃん。だって旦那さんも別にいいよって言ってあげてるわけでしょ、毎月6万。ふわっちの稼ぎ確定申告してないだろ。わかんない、それは。それはわかんないよね。その養育費は繊維の生活費に消えてる。
なんでそれ信じてんの？ダメ？ダメなの？別に俺に関係ある話じゃないからさ、話のネタとしても OK かな。養育費イコール生活保護、毎月性確定申告してるって言ったらどういうことなのそれ。家賃滞納も怪しいってなる。去年の所得から母子手当がもらえるから来年はもらえない。そう、俺はもうどっちみどっちでもいいんだよ。本当か嘘かでも、正直どっちでもいい。でもそういう話があるよっていうことで言ってるだけだから。ペガ子の前の子供4人っていいよね。なんかさ、いないかな俺も。顔はアンナちゃんみたいな顔がいい。顔はアンナちゃんで、でも酒を飲まない人いないかな。酒を飲まないなんかアンナちゃんみたいな顔の女の子、痩せてて、アンナちゃんみたいなスタイルで酒飲まない人、嘘をつかない人、嘘をつかない人。もう嘘はコリゴリだよ俺も。嘘はやだ。トム池は嘘はコリゴリ。もういない。嘘つかなくて、まあ、マジで嘘つきじゃなくて、アンナちゃんみたいな人。アンナちゃんなんだけど中身が酒飲まない嘘つきじゃない人。おめえも嘘つきだろ。ランちゃんはいいよ。もうあれは、あれはだってさ、ランちゃんは完全にフェイのオナホじゃん。もうフェイのオナホをまた中古として使うの嫌だもん。だって俺それはなんか企画みたいな感じ。ラン酒飲むし嘘つくやん。そう、探せ新たな人を。ワンピースみたいな、なんかね、オデはそこに置いてきたっつって探せっつって、純粋なる女の子ロジャーかよマジで。マジでお前レベルになると冒険になっちゃうよね。言いなさすぎて。ほんとそれ、女を探すためにでの、どっかにはいる。キャリーにしとけよ。ウエイト的にも。あいつも嘘つきだもん。だってあいつも嘘つきだもん。あいつも嘘つきだもん。だってなっちゃんは最近可愛い。なつきマジで無理。あのさ、あれも加工だからね。言っとくけど、可愛い可愛いって。お前見た目リアル見たことねえだろおめえ。なつきのリアル完全俺だぞ。俺小町の元々の爆投げ師のあいつだよ。あのさ、最初にやった女配信で小町と。ゆっことかはマジで興味ない。夏希そうで、あいつだよ。あいつに似てるよ小町と。あのやった女、なんかいないかね、まともな。まあ、そう、ブルーハワイ、ブルーハワイ知らない人はいるかもしれないけど、ブルーハワイっていうもともと小町にあの毎月14万円とか投げてた女いるんだよ。10万円単位で小町にアイテム投げてあげてた。もう小町の、99% ぐらいがそのブルーハワイっていう女の子が投げてたんだけど、でその女の子と小町がまあホテルに入ったんだよ。でそれを暴露されたので、その時のそのブルーハワイ俺にも会いに来たんだよ。俺みたいな顔だったマジで。うん、俺みたいな顔、夏希みたいな顔、本当に。そう、14万ぐらい。14万のうち確か収益の14万だから、収益が14万のうち13万つってたから、20だって投げてる額で言うとその20
3万26万7、8万ぐらい小町に投げてあげてたんだよ、そのブルーハワイは。ペガ子の顔もマスク取ったら中村みたいで、だからそれ鼻がね、うん、あのペガスペッサンの鼻と俺の鼻はね、あの同じバグってる。写真送ったルリちゃんはあのさ、 なんであんな妖怪ばっか送ってさ、俺にどうしたいの、俺の、俺やませたいの、ももちゃんは。毎回毎回トム池ばっか可愛いよとかってなんか送ってきてさ、トム池のこと、俺のことどうしたいんだよマジで。精神やませたいんか、闇深くなるぞ俺。ペガコって顔出しあるの？え、だから飯食ってた時とかそうだよ。飯食ってた時に突撃した時はそんな感じだったよ。励ましてる？やむわあんなのロナウジーニョに中村の鼻か、そんな感じ。TikTok で、 TikTok のね、あの TikTok すごいのが、なんか顔も変えれるんだよ。顔も体型も何もかも変えれる。何がすごいって、うん、何がすごいって顔も体型も変えれるんだよ。痩せれるんだよ TikTok。 リアルに見るとデブなんだけど、TikTok ってリアルに見るとデブなの。顔もでかい、でかい、もうエラも張ってるみたいな。女性でも TikTok でやるともうほっそりしてるみたいな。フェイも別人でしょ、体型いけるんだよ、あれすごいよ。 TikTok の加工はすごいよ本当に、体型まで変えれるんだから。女の変化はすごい。それなのに画質いいもんね、あれがすごいと思う。天然誕生日会でゼロワンの加工なし見たけど、完全におっさんだった。みんなおっさんだって、おっさん、もうゼロワンもおじさんだよ、もうそんな。ゼロワンもおっさんだよ見た目も、そんなんね逃れられないんだよ我々は。年齢が年齢だから。誕生日会行くの、まあ、あの、まあ人が多いのきついけど、まあちょっとだけ出ようかなって思う。ちょっとだけ、そう、別にちょっと、あね、俺が一番嫌なのは、ちょっと入ってシャンパン開けなきゃいけないのが一番嫌だから俺。ちょっと入ってもうゼロワンだったら金使わなくてもね、別にそのね、そんな気にする人じゃないから、軽く行って軽く帰るかな、すぐ帰る。ちょっと顔出して、ギフト投げない、ギフト投げないよ。ちょっと顔出して、ちょっともうすぐ帰る。火薬がいるから行かないって、じゃあ養分も絶対来ないよね。養分とかもどうすんだろうね。個人でやるんじゃない？あ、コース料理なんだ。買い払わなくて、あ、なんか連絡来てた。5000円がなくなったんでしょ。もうさすがゼロワンって感じだけど。養分と政治がいかないな。しかもそれ火薬さんでしょ。火薬さんがいるからでしょ。あれ政治と火薬さんでそんな仲悪かったっけ？いや、あの養分だったらまだわかるじゃん。なんかあったんだっけ政治と。あ、心配してたのに連絡しなかったから。まあ、ゼロワンで、だってさ、ゼロワンで1回のバトルで1000万ぐらい稼ぐんでしょ。
業務もカバがいかないならやめるって。非常識な火薬が嫌い。まあ確かにあの火薬さんって結構じゃ素で話してると疲れるもんね、みんなね。いやそれはわかるんだよ。実際火薬さんと喋ってるとさ、ちょっとあの頭のネジちょっと一本飛んでるから、あの会話が成立しない時とかあるからね、火薬さんって。だからゼロワンとか別日でみんなね、お祝いしに行くんじゃない、別日。だからその誕生日の日じゃない別日とかでゼロワンをお祝いしに行くとかじゃない、うん、なんかね、参加費無料になった。参加費無料って言ってたよ。火薬に代わってモノマネで謝って、誠司さん、ほんとおー、ごめんなさい、もうほんとそんなつもりはなかったんだよ、もうほんとごめんなさい、誠司さん、養分も来てくれよ、もう俺もうヤギなんちゃんも配信やりたくない、引退しますってこと。こんな感じでしょ。やば、似てなさすぎる。わらわらわら、ありがとう。おい、おめえ。わらわらわら、ありがとうで終わると思わないか？やらせといて、人に。え？あっつ。気温が合わないんだよ、もう、一平と俺。一平とさ、俺さ、まあ、そもそもエアコンの気温が合わなすぎてさ、もう。一平のね、温度でね、いるとね、俺マジで、熱中症になるわ、ほんとに汗出て。火薬さん、義理と人情がゼロだからな。中村行くならフェイ来ないでしょ。来るよ。306何日目だよな。ありがとう、お疲れ。カニちゃんだったな。傷を負ったよ、カニちゃん。俺カニちゃん傷を負ってしまった。今モノマネのこいつ全然似てないじゃんつー、あの滑り放題もいいとこだよ。滑り放題も、そう、一平ちゃんはちょっと寒がりなんだよ。あー、ゾウちゃんだ。ドンツクロスクイ。ニフェイ何時に来るの？いや、まあ、今日は来ないと思う。ニフェイは多分7月頭ぐらいじゃないかな、来んの多分。ニフェイは。いや、あれは敷布団だからまた別個なんだよね。掛け布団はもう1枚買ったけど、掛け布団なんか寒いらしい。寒いんだって。長期合宿になりそうね。えちょっとね、長期合宿に俺もちょっとやっぱ ずっと人といるとね、やっぱ頭狂ってくるから。俺もずっと人といるとね。だってもう俺しこってないよ、3日間。やばいって。なんだったらなんか性欲なくなったんだって、みんな。なんか性欲、マジで性欲なくなった。なんかね、エロいものを見たいという気なんか気力すらなくなったんだって。エロいものを見たいっていう、あの、わかる？みんな。ずーっとね、ドラゴンクエストばっか見てる。だから YouTube でもダウン持ってきなよ。
村と好きな女とでもずっと一緒にいるの無理じゃなかった？いや無理、めんどくさくなっちゃう。なんか自分の時間がないと頭狂ってくるんだってマジで。やっちゃお前と違って配信の根性があるからかっこいいな。はいそれも言ってど、意味のないコメントは控えていただけませんか。それを比べてどうしたいの結果やっちゃ夕方って言ってたよね。もうそろそろ出てくるんじゃないの。やっちゃ夕方って言ってたけど、金梅さんはただね、だから何っていう感じだ。おお本当ちょっとね、留置所前とかで待ってたいんだけど。深夜っちょ待ちっていうのや TikTok でやったら絶対いいじゃん。深夜っちょ待ち、ふい、タクシーで迎えに行くって言ってなかった。いや、ランといる人いるかも行かないでしょ。あいつは基本的に友達よりも女だから、友達とかっていうよりもどっちかっていうとね、女だよ基本的には。大切な方は友達よりも女。俺あいつにお酒かけられたからな。あ、そう、聞いてないそんなこと。配信回ってないのにだぞ、聞いてないし。だからなんかすごいこの気持ち悪いさ、一人語りに聞いるんだけど、なんなのお前は。誰な、聞いてないよそんなこと。誰お前、なんだお前、閲覧いないから俺のとこでコメントしてちょっとでも聞いてほしいんか。お前嫉妬深いな。何のこと。すいません、こちらクリニックじゃないです。頭クリニックじゃないです。私だよ。何の話してんのこれ。まゆがフリスクバトンを中村に渡す。何フリスクバトンって、何なのフリスクバトン教えて。何なのフリスクバトンは。フリスクバトン、フリスクのジュース、フリスクジュース、何それ。フリスクジュースって、フリスクバトン今日発売のフリスク、自販機に売ってる。何それ、それを探せってこと。フリスクジュース、一気飲み、ローソンが確実。ローソンや大道の自販機、ドンキ等にある。ローソン大道の自販機あるっけ、ここらへん。セブンとかならあるけどね。あ、マユが今いて、それをどうすんの。それどうすんの、それどうしたいの。要は買って飲んでレビューして
次の人にバトンを回す。とんでもない企画だなそれ。どんな企画なん？2票投票ありがとうございます。アムチンは飲めなかった。過疎に回したら終わるから人脈がある人に回してる。いやそうなってくるとですね、俺もそんないないですよ。機長さんぐらいじゃない？機長さん閲覧があってみたいな。今回すんだったら一品ありがとうございます。だタコやってないじゃん今。養分、中ちゃん、善逸、マヨなどでリレーしてる。あ、じゃあ中ちゃんぐらいの閲覧でいいってこと？つまり TJ さん、モンジョリ。いやモンジョリの連絡先も持ってないんだよ。こっちの携帯にはいないんだよモンジョリ。テテさんに回す。美和子に回す。俺美和子の連絡先知らんもんだって。美和子の連絡先手に入らないかも。そんなに今なんかすごいことなってんの今。結構でもね、美和子がビギナー枠で配信やってる。美和子タクシーで買いに行ってるの。東京手に入らない、売り切れ続出中。いや一平が寝てるからさ、まだ TikTok でバズってる。もう探した方がいい今のうちに。え、何？まやちゃんが往復5000円の距離まで売ってなかった。ちょ、大道アプリ入れるじゃん。大道アプリ、大道アプリ入れた方がいいよね。大道スマイルってやつ、大道スマイルスタンドってやつ、これ？2店舗なくて電話して10店舗目くらいで見つけた。それローソン？東京でもそんな売ってないの？大阪では普通にある。そうなんだよ、通報されるんだよこっちで普通に配信やってると。あのビバリー近くの角にあるあの自販機って大道、いやわかんない、いやマジでわからん、いや本当にわからん。バイクで自販機、自分もうるさくしてるくせに、なんか他人に言ってくるから、あいつマジキモいと思う。
ビバリーに来るとき、あ、あれ市役所かな、市役所かな、待って、お、待てよ、嘘だろ、ビバリーの近くに一軒あるスタンドが、ビバリーのところに一軒、謎のところに一軒発見。ただないっすね、近くに。警察に電話する横の家のやつがいるって。一応ちょっとこんな感じで、こんな感じで近く、直近のすぐ近くでこんな感じだよね。ローソンの方が早い？じゃあローソン探した方がいいってこと？これローソンだと、あ、大井町方面になっちゃうのかな。そうなん、とりあえずちょっと調査してみる、あるのかどうか。ちょっと待って、とりあえずビバリー下の自販機見てみるか。入ってるか。そうだよね、新作入るような場所なのかな。奇跡が、奇跡があったけど、一応奇跡、奇跡1、今納税大阪に住民票があったから、通報する場合は品川税務署じゃなくて大阪の税務署でしょ。いや、もうすでにそれ関係ないと思うよ。でも関係ないと思う。現住所でさ、税務調査って入るから関係ないと思うよ。よいしょ。よし。一旦出発するか。ちょっと探すか。軽くだけど。もうまやちゃん見つけたの？ちな、ちな、まやちゃん見つけたの？そうそうそう、タクシーで買いに行ってる。ここにあるって言ってたけどな。こっちにあるって、大道、この家の双葉ローソン。あるかな、うわ、ぶね、
こ行ってみるか。こっちだ。カクカクしてる？どうしてだ？カクカクしてる？所得税だけでしょ、税務署は。住民税の方が請求金額多いよ。あ、いや、全部一括で払われなきゃいけなくなると思う。治った？だ、そもそも品川でしょ、だって住んでるところが。ないじゃん、贅沢な電波。東京都が請求する税金って国民、都民税と、あと都民税、うん、でも結局税務調査入ったら全部わかるけどね、普通に。税務調査入ったら東京に何年も住んでるっていうのはバレるから、結局ね、結局バレるんだよ、そんなこといくらね、無駄なことしようとしても。だってそんなのさ、今までの電気代とかだってさ、ね、電気代とかも全部調べられちゃうんだから。1000万所得があったら、住民税80万、国民保険100万でしょ。よいしょ。確かこっち側だったはず。年金も来る？ついに拳で3回語り合いました。バンチありがとうございます。うわ、え、前から来てんだけど。前ローソンでラスト2本ゲットした。道狭いよ、ここら辺。道超狭い。いくらここぐらい狭いよ。とうとうヘイの脱税がめくれたんですか。知らない。これはめくれたのかどうかは知らないけど、赤封筒が出てる時点でやばいよねって思うけどね。誰が見てもそうじゃん。そんな赤封筒なんて普通来ねえんだから、普通に税金納めてるやつが。そうでしょ、赤封筒を着てるやつが税金を納めてるよってさ、客観的に見て思わんでしょ。赤封筒は住民税非課税世帯ってことだから、もうほぼ税金申告してないんだよ、うん、過少申告もしくは脱税だね。やりすぎなんだよ、うん、やりすぎ。その過少申告とか脱税はマジ、無申告はやりすぎなんだよ本当に。申告しなきゃいけない分申告しないんだから。え、いいのか。そう、やばいやつ。給付金についてのお手紙ですって来てるからね。拳で3回やり出す。そう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 、あれ言ったんだよ、ガラケー女の件とね、高虎さんのこと言ったら
あのお前もいつかそうなるけどなみたいなこと言ってきたんだ。ここにはないの？ないのか。これコカ・コーラだもんな。中村先生、ランちゃんとの晩御飯経費で落ちますか？残念なことに落ちるんですよね。落ちるんですよ。残念なことに落ちるんです。ないな、サントリーしかないぞ。大東ってそんな人気じゃないの？しかもこれ110円だし。もしも120万ぐらいしか所得がなかったら、税務署は提出義務がないから税務署から住民税は取れない、取られない。確実に持ってかれるけどね、それ確実に持ってかれるけどね、それ。そもそもの生活費ってあるじゃん、みんな。税金、そもそもの生活費がある中で、その、少なく見積もれないからな、普通。あった、ここローソンだ。うわ、でも子供めっちゃいるからさ、なんか買われてそうだな、買われてそう。お前もがポイント。税務署行ってる？まあ来ると思うよ、水にゃんは。税務調査どっかのタイミングで。結構ね、通報入るとね、調べるからね。ないんだけど。なんて名前なの、みんな。マジ教えてほしい。なんて名前、なんて名前。デカビタだから、なんて名前。フリスク。フリスクスパークリング。フリスクスパークリングか。売ってないっすね。カルピスメロン、ファンタ、オレン。フリスクの缶バージョン、缶バージョン。売ってないな。フリスクの缶バージョンでしょ。モンスターの隣だよ。モンスター、モンスター。待って、ここモンスターすら売ってないんだけど。そういえばマジでここモンスターすら売ってないんだけど、そんなことある？白の缶あった。フリスクスパークリング、あった。大道フリスクスパークリング182円。お待たせしました。クックペイでお願いします。はい、終わりました。立ちでお願いします。あ、ください。はい、ありがとうございます。お掃除。その今その選ぶのか、それともどうする？今選ぶ、今人を選ぶのか。これ来ました。フリスクスパークリング。
これフリスクスパークリング、絶対クソまずいよねこれ、絶対クソまずいよねこれ。これ新商品200円、1軒目で見つけた、1軒目、簡単に見つかったね。でも言われなきゃ分かんねえわ。でも確かに言われないと。ローソン、ローソン、ちょっとマヤちゃんにそうやるか、マヤに、マユ、ねえ中村くん、1店舗目で会ったの？電波クソだったか。電波クソだったか。ね。ついでにお茶も買ってく。あ、そうだ、ちょっと飲み物買っておきたいな。さっきから電波クソ。マジかよ。マジ？いや汗すごい。今日クソ暑いよ。だってもう太陽出た時地獄だったからね。本当に太陽出てた時地獄。よし、帰ってさ、X ジャパンやるか。一回。帰って。帰って X ジャパンやる？一回。頑張って。それまずかった。ドン作ろう、すこい。くるくるしてる？うわ。入れんの？すごいね、ここら辺で生活してる人。いや、ここら辺で生活してる人さ、絶対一回ぶつけたことあるよね。くるくるしてる？絶対ここら辺で生活してる人って一回車さ、擦ってるね。狭すぎるもん。飲む湿布、飲む湿布って言われてる。大井町、そう、ぶつけても絶対これ擦ったこと何回かある人でいるもん。眉毛がシャシャって順番がめちゃくちゃになってる。ありました、今のうちに。ランいるよ。なんか一平がなんかランと一緒に入ってくとこ見たって言ってた。運転技術すごい。いやーね、真矢子さんはすごいよ。バックめっちゃうまいもん。バック駐車マジでうまい。もうね、もうほんとちょっと1ミリ間違えたら傷つくようなとこに止めるんだよ、ここら辺の人たちって。ねえ、ここら辺の人たちってもう1ミリちょっと違ったら、まず引っかかるような場所に止め、みんなね。すごいうまいんだよ。そこ狭いだろう。車幅は分かってる人うまい。すごいよね、あんなでっけえ車でもうぐん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 いろんなとこがさ行くんだもん。すごいよ純粋に。あれ、ここどこだ。え、あ、いいのか。モニターついてるけど
軽以外運転できない。すごいな、やっぱ羽田近いからめっちゃ近く見えるね、飛行機。ん？自転車買えば。やだよ、絶対やだね。熱い熱い。パパンがマニュアルで取れって必死に取ったけど、結局オートマ。いや、わかる、わかる。くそ熱い。今一平と帰りたい俺そろそろ。うん、男二人でねやっぱいるのはねしんどいですよ。男二人でいるの、男二人でいるのはねやっぱね。あ、やばい、お茶忘れ。もういいや、めんどくさい、もうめんどくさい。ギャロ二人暮らし、これいつ飲んでいいの、これフリスク。フリスクいつ飲んでいいの、これ。あー涼しい。前が終わったら来る。なるほどね。あっち暑すぎる、外ムシムシしてるわ。冷やしとく？まゆちゃん来るの？隣起きてるな。隣起きてる。音がする。冷やしときはまずく、確かに味感覚しなくなるもんね。うん、 TikTok のアイテムいちいち反応する。やばね、なんかね TikTok はね合わないね。うん、 TikTok 合わない、なんかね合わないんですよ。いや、TikTok ね、なんかね、お金も下ろすやり方わかんないし、なんか、え、うまこの幸せバター前始まった？これうまい幸せバター、濃厚冷や汗バター10袋ぐらいいけそうだね俺。マヨ始まる？マヨ飲む？飲むよ、アイテムお願いします。
俺と同じ遊戯を流してんだけど、この人。俺と同じ遊戯王系流してるんだけど。あ、なんでこんなフリスク、なんでこんなフリスクに人がこんな集まるの、意味わからんすぎだろこれねえ、あ、ペリペリすぐできるって。いや、俺はちょっとあれだね。すごいすごい、ミニラさんまで準備してるよ。セージも？あ、ペイペイじゃなくてペイパルね。ミニラ家族でバトン回しそう。こっちはこっちでやればいいんじゃない。めっちゃ喉乾いた。お、でもタイトル変える？そうだね。喉カラッカラにしといたら絶対うまいと思う。グーパンチ、ナイス。ふかしいもだけはない。ふかしいもは勝手にやってるってことね。フリスク、スパークリング、こんにちは。する、こんにちは。する、まゆちゃん吐きそう。嘘だろ、マジ？まやちゃん吐きそう。そういうレベル？大げさだね、あの女。したたかだね。まやちゃん頑張ってねって言われるためか？この野郎。まやちゃんすごい。みやちゃんすごい頑張ってるよ。言われたいからか、この野郎、まゆ。腹黒全開か？あざといか、まゆ。
湿布の味。それもう湿布じゃん。湿布の味って、もう湿布の味ってもう湿布やん、それ。すごいまずそうだよ。え、何のためにフリスクスパークリングというのできたの、これ。なぜこのクソまずい商品作ったの。湿布舐めたことある？あるでしょ。スポーツやってる人だったら誰でも舐めたことあるでしょ。匂いとかも嗅いだことあるだろうし。続く冷涼感、続く冷涼感って書いてある。大道に電話して聞け。大道に聞いてみる。なぜこの商品作ったんですか。超まずいですけどって。もういいか？もう俺飲んで。飲んでいいかい？俺が。ラベル見せろ。眉飲み終わった。いや、ローソンに売ってた。普通に一本も売れてなかったやつ俺買った。わかんない。ううふって豪サイン来ました。豪サイン来た。眉から眉から豪サイン。いいの飲んで。これもう俺何？ゲップしちゃダメ？アドンツクラスカイ！アドンツクラスカイ！スーパーアイテム！キュキュン！来た？バグって今698から上に上がんないんだけど、これ。閲覧。ゲップをするとリバースする？ゲップしたら吐く？やるか。今698人から上に上がんない。ずっと、俺の表示上ずっと698人。マユが呼んでる？前のとこ行った方がいい？前コラボ ?1400 人？前コラボ？前呼んでる？
前から来た？今1400人来てんの今俺。次のバトン決めた方がいい。誰がいいの次のバトンは。一人だけ決めて。じゃあみんな一人だけ、じゃあもうお願いします。ミニラ、じゃあミニラです。ミニラ以外でおいたん。俺ミニラさん多いじゃん。ミニラさんでいいじゃん。もうミニラさんで、ミニラさんでいいよ。もうしかダメって。ミニラさん十分閲覧あるだろ。ミニラさん、市長さん、ふわっちじゃないとダメ。ミニラ探してる。じゃミニラさんでいいじゃん。ミニラさん畑仕事してる。無理じゃん。ミニラさんはジュースが見つけられないです。そうだろう。で、機長さんにする。松平源、どかすじゃねえかよ。ミニラは探せない。栃木にはない。で、機長さん、あきこママ、ランは隣、ランは、佐々木ランは今、ミズニャンとね、やってる。キチョピだな。ちょ、キチョピに電話するか。キチョピに。キチョピに連絡します。朝のニュース、現場の機長さん。それでは現場の機長さん、聞こえてますか？現場の機長さん。機長さん、現場の機長さん、聞こえてますか？女か、これ。女か？機長。おかしいだろ、もう5時に起きてないって。TikTok だから忙しい。だって、ミニラさんは見つかんないんでしょ、フリスク。ミニラさんは大手配信者だけだよ。今配信してる人、あるって。なんか今日ワンライブでなんか大会があるみたい。ワンライブで、ワンライブカップ夜。あ、政治が大手だけって言ってた。大手だけ。数字的にはアキコママかもしんない。数字的にアキコママ。もう、順番的に言うと、ミニラさんダメ。そしたらアキコママしかいない。今の中でね。今の時間帯のその大手と呼ばれてる人間は、た
タコいないんだもんだって。今配信やってる人でしょ。大手の基準何？自分である程度閲覧集めれる人、一人でプラプラ。タコ夜だもんだって。タコ電話してみる。タコちょっと前までこの時間配信やってたのにね。タコ、じゃあミニラさんで、じゃあもうミニラさんで、いやまだありますよここにフリスク。畑仕事だから無理。じゃあ次誰？機長さん出ない？天然さん出ない？ミニラさんない？水素ちゃん？カソじゃねえかよ。ドカソじゃねえかよ。カシン、ドカソじゃねえかよ。ヒーちゃんしかいないよね。でも今やってる人だって。今やってる人、いや、今やってる人なんだって。今やってる人。ミニラ連絡あり。ミニラ見つかった？じゃあやるか。ミニラあり？ミニラさん20分かかる。じゃあ今のうちでいいんじゃない？20分でしょ？ 20 分でしょ？花屋？花屋にじゃあする？あ、じゃあミニラさんでいいんじゃないの？いや、いいじゃんミニラさんで。もうやろうぜ。昼寝したい俺。お昼寝したくなってきたんだけど。ミニラさんでいいじゃん、もう。ミニラさんで。じゃあ行きます。で、この枠で終わります。な、あ、サロンパス飲んでるみたいだね、これ。サロンパス飲んでるみたい、なんか。すごいわ、これ。液体用サロンパス飲んだ時の感覚。中学校の時に。あの、こう塗るやつ。
塗るやつを俺飲んだことあるんだけど、その時の感覚に似てる。なんかすごいスースーしてる。で、味はサロンパス、本当にすごいスースーしてるわ。えぐい、これ冷えるね。冷える、感覚すごい。次はミニラさんです。皆様、番長ありがとうございます。次はなんかミニラさんがあと13分でゲットできるらしいから、俺このまま枠終わるね。うん、このまま枠終わりますんで、もしよろしければまた夜枠やるんでね、来てください。あ、次の大手さんはミニラさんです。はい、次の大手さんはミニラさんです。ミニラさんが探し当てて飲んじゃいます。ローソンの缶コーナーにあります。終わるの早くね。いや、ごめんなさい、ちょっと拳してってください。さよなら。